僕は潔癖症だ。私はいわゆる視線恐怖症。どうして自分は生まれたんだろう。どうでもいいじゃん別に。私君といると視線恐怖和らぐの。わかるよ。虫は自分の宿主の脳に命じて他の宿主に近づくよう仕向ける。お母さんは虫に殺されたんだ。私いつか君を殺しちゃう。君は僕に命をくれたんだ。私は忘れない君のこと。